こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今週最後、はい、ですね、金曜日の配信始めていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ今週最後なんですけれども、はい、コムリのデニムベルテッドパンツ、はい、はい、をご紹介していこうかなと思います。まあ、毎シーズンですね、まあ、うちにもかなりね、お問い合わせ、まあ、多くいただきますね。電話とかね、DM いただくんですけれども、はい、毎回、大文句のようにうちはやってません、やってませんって。はい、ずっとね言い続けてきて、まあ、別にこの形が嫌いとかそういうわけではないんですけど、まあ多分もう取り扱ったのが前だと3年ぐらい前になりますかね。久々ですね。かなり久々なあの入荷になります、はい、で3年前だとこの白とかっていうのはちょっとなかったんですね。なかったですね。はい、ブラックとかチノとかをまあやってましたけれども、うん、この白に関しては19エダブ一つ前のシーズン秋冬から、はい、はい、去年の秋冬から登場した、モデルになりまして、まあ、なぜかこのタイミングでね、はい、僕らが気分になってしまったというそんな感じで仕入れております。はい、まあ、3人ですね、岡本さんと僕とあと関さんと、はい、3人で、小森さんもね展示会ちょっとお邪魔させてもらった時に、まあみんなそれぞれこう好みがねいろいろある中で、はい、じゃあこれはやりましょう、これはちょっとやめときましょうとかいろいろ話をしつつやってたんですけれども、まあ、これに関しては即決満場一致で、満場一致でした。はい、はい、秋冬の白やばいねっていう話から、うん、いざもうやりましょうっていうので、取り扱いが決まってますね。はい、まあ、これからねまた入ってきますけどね、他にも、まあ、ブレザーとかね、うん、いろいろ満場一致したものはあります。はい、まあ、その辺も楽しみにしていただけたらと思うんですけど、まあ、まずその、ね、ちょっとこう満場一致したアイテムの中の第一弾として、はい、今回入れております。でシルエット、あ、ごめんなさい、サイズ感、岡本さんが1です、はい、1です。で今かかってるのが2、はい、で僕が履いてるのが3、まあ、今回3サイズ、はい、1、2、3の3サイズですね。素材はコットン100です、はい、で3万円にプラスタックスかな、はい、はい、でご用意しております。はい、で生地なんですけど、まあ、11オンスなので、まあ、そんなに厚くもなく、まあ、重すぎず、うん、薄くも軽すぎず、こう少し、まあ、とろみって言ったらちょっと大げさかもしれないですけどね、はい、お気持ち柔らかさの出るそんなデニムかなと思います。で、まあ、形としては40年代ぐらいのねミリタリーのオーバーパンツがベースになるんですけど、まあ、そこをこうちょっとパターンでね修正してあんまりこうズドンとしないというか、そうですね、やぼったすぎない、ね、やぼったくならないように修正が入っています。はい、まあ、なので、まあ、白なんですけど割と、まあ、すっきりまではいかないですけどね、割とそんなに難しくなく入っていただけるかなと思っております。で、まあ、僕らのまずイメージなんですけど、まあ、やっぱり白なので、なんでしょうね、こう普通にやっぱり革靴で締めてもらうというか、はい、うん、割とスッキリ履いてもらうっていうのがまず一つおすすめかなと思ってます。はい、で、まあ、もう一つカジュアルに履くんであれば、うん、こうね、いわゆるまあちょっとボテッとしたスポーツタイプのスニーカーとか、はい、ハイテクスニーカーなんかは非常に色合わせが楽ちんかなと思います。はい、まあ、白なのでね、カラーはそんなに何でも、まあ、万能色ではあるので、ね、何でも合うかなと思いますけれども、はい、まあ、とかね、シューズの色もそんなに選ばないのかなっていうイメージですね。なんで結構なんでしょうね、今まで白いパンツにそんなにこうなんて馴染みのない方なんかでも割と取り入れやすいパンツかなと思います。この形は本当に履いていただきやすいと思います。うん、なんでまあ、シンプルに上下白、まあ、上下白はなかなかねレベル高いとは思いますけど、うん、まあ普通にでも足元黒でちょっとね押さえてもらうとそんなに難しくはないかなと思うので、はい、足元だけ違う色入れたりとか、うん、まあ、小物でね何か入れていただいたりすると、うん、まあ、結構使いやすい白かな、うん、かなと思います。はい、で、まあ、上もこういう今ヤンマーケンハウアーのね、はい、あのドレスシャツというかちょっと綺麗なシャツを合わせておりますけれども、はい、割とこういう綺麗めなシャツなんかも相性はいいと思いますし、まあ、こういうざっくりとしたニットですね、はい、秋口なんかはこういうニット合わせてもらう、はい、まあ、こう
ラフというかカジュアルスタイリングにも割とバッチリハマると思います、はい。で、まあ、今7月の末ぐらいですけれども、うん、まあ、秋口ですね。もう夏場とかは多分 T シャツになると思うので、はい、まあそれは全然インしてもらって、はい、ベルトついてますんで、そのまま絞ってちょっと出すという感じのね、はい、スタイリングでも全然問題ないかなと思います、うん。まあなので非常に幅の広い、いわゆる真っ白な白パンを履くっていうかちょっとね、なんだろうな、気なりまではいかないですけど、そうですね、ビカビカすぎない白なんで、ね、がいいのかなと、はい、はい、という感じで、はい、一応店頭は、7月の24日なので今日かの、はい、もう販売してますね、販売してます。お昼に販売を開始して、オンラインはこのあと21時からですね、はい、販売を予定しておりますので、はい、ぜひちょっと、ね、お見逃しのないようにと言います、はい、ぜひぜひ秋冬の白っていうのをぜひ皆さんにねちょっと履いていただけたらなと思っております、ね。まあ、コートなんかに合わせていただいてすごく素敵だと思います、ね、白は非常に素敵なんじゃないかなと思ってます。はい、という形でご紹介してまいりました、はい。また来週から徐々に新作もまたね入ってくるっていう連絡が来てますので、はい、まあ、その辺を少しずつ出していこうかなと思っております。はい、はい、じゃあ今週1週間ですねお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。また来週ですねお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。